ミンガラバー、皆さんこんにちは、わきよのアレンです。今回アレンはですね、ちょっとサンチャンストリート の賑わっている通りから少し外れたこの通りに来ています。っていうのもですね、今回こちらのレストラン、グランマっていう、日本語で言っておばあちゃんっていう名前 のレストランにやってきています。で、このグランマフードコートっていうのはピザ屋さんもやってる、この少しオープンな感じの、お酒も飲めて夜ご飯も食べれるっていうところなんですけど、そこに今回実は以前アレンの、アレンがブログを書くために訪れたお土産屋さんがあって、すごく素敵なお土産屋さん、ローカルの商品を置いてるお店があるんですけど、そこのオーナーさんが自分がこの取材に来たことでぜひお礼をしたいということで、逆に自分がお礼したいぐらいなんですけど、そういうふうにオーナーさんが言ってくれて、初めてこのミャンマー人の方たちに自分がミックスで入ってこうご飯をいただくっていう機会に恵まれました。はい、でその光景をちょっと今回ビデオに収めてみたいなと思います。早速皆さんがもう待ってるので中に入っていきましょう。では行きます。こちらが実際にグランマーさんの中です。なんかフードコートなんですけど、こうやってピザも置いてます。で、店内の方はこういう感じのなんかミャンマー の伝統的な傘のこういう模様が描かれたものを置いてて、これがなんかミャンマー伝統的な模様となっているらしいです。はい、でこちらの3人の皆様が今回自分と一緒にご飯いただくメンバーです。ミンガラバーこちらがお土産屋さんのローカルプロダクションを売っている2人 のオーナーさんの2人です。はい、こちらが今回飛び入れ参加してくれた友達のミンヤンさんですね。はい、行きます。で、今回こういう感じでみんなでご飯食べてて、こういうミャンマー料理を一緒に食べながらいろんな話をしてます。英語も話せるので、こういう感じでミャンマーが話せなくてもみんなで楽しく食べてます。はい、でこのグランマなんですけどはい、このグランマ食べてみたら、いろいろお酒もすごく美味しくて、料理もすごく、さっき見たなんかオクラだったりとか、この春菊みたいな感じの山のお野菜たくさん使ったものですごくお酒に合うものばっかり、すごく楽しく美味しくいただいてます。はい、ぜひ皆さんももしグランマ気になるんでしたら、自分の YouTube 見てこれからどんどん共有していきますので、これからもどうぞ動画の共有よろしくお願いします。じゃあこの辺で失礼します。たったー